マルディグラとは、フランス語で、肥沃な火曜日のいで、謝肉祭の最終日、灰の水曜日の前日を意味する。英語では、国会火曜日、残悔の火曜日、パンケーキデーを意味する、シュローブチューズデーが相当する。マルディグラの日は、2月3日から3月9日の間の、各年の復活祭の日に影響を受ける、移動祝祭日である。近年のマルディグラの日は、以下の通り、 フロートを制作中マルディグラ2007におけるゴミの清掃カトリック教会などの西法をキリスト教における始純説の前に行われる祝賀であるためアメリカ合衆国南部やカリブ海の多くの国南アメリカ、ベルギーなどヨーロッパ各地で行われているニューオーリンズのニューオーリンズマルディグラが有名だが今は宗教職はキエパレードや音楽が中心の祭りになっている その規模はリオのカーニバルと同じく世界の主要カーニバルの一つに数えられる。マルディグラの日を最終日とする11日間の祭りの間はマルディグラカラーと呼ばれる紫、金、緑の3色に街中が染まる。紫は正義、金は権力、緑は運命の象徴である。フロートと呼ばれる巨大な出しからマルディグラカラーのビーズを大量に投げ、それを 人々が競って受け止める。また、近年主に女性観光客が胸をあらわにしてより、多くのビーズを得ようと競う風習が生まれ、その様子を撮影しようとする人々が多く訪れる。ため祭りの期間に、ニューオリンズを訪れる観光客が増加した。経済的には、町は恩恵を受けるが、観光客の急増に伴い治安の悪化やゴミの問題等も増加している。 2005年のハリケーンカトリーナの影響により、伝統的に祭りを支えてきた、地元住民の人口流出が起き、パレードの規模が縮小されると、被災の影響が垣間見られる。えシュローブチューズデー。ありがとうございます。